鹿児島市から南へおよそ100キロの場所にある海底火山喜界カルデラ。7300年前の噴火では南九州の縄文人たちの生活を壊滅させたと言われています。神戸大学などの研究チームはカルデラの周辺で掘削調査を行い、マグマの蓄積の過程について研究の成果を発表しました。喜界カルデラは鹿児島市から南におよそ100キロの場所にある海底火山です。東西およそ20キロ、南北およそ17キロの楕円状に海底が陥没。薩摩硫黄島と竹島は外輪山と呼ばれるカルデラの縁の部分です。喜界カルデラの中には世界最大級の溶岩ドームがあり、巨大なマグマだまりがある可能性があると言われています。神戸大学と海洋研究を行うジャムステックの共同チームは、喜界カルデラの周辺を地球深部探査船地球で17キロ掘り、堆積物を採取。成分を調べ、マグマの蓄積の過程について昨日研究結果を発表しました。喜界カルデラはこれまで3回噴火しています。研究結果によりますと、9万5000年前のカルデラ噴火を起こしたマグマはその時にすべて噴出。新たなマグマの供給は少なくとも4万3000年前から始まり、マグマの組成を変化させながら7300年前の噴火に至ったことが分かりました。また1万6000年前からおよそ9000年をかけてマグマだまりが成長し噴火を引き起こしたことも分かったということです。多くのカルデラ火山というのは、こういうふうに、何回か繰り返してカルデラ噴火を起こす傾向が、なので、もしかしたらですね、喜界カルデラも次の4回目というのが、いつかは分かりませんけど、あるかもしれません。今後は日本にある他の海底火山の海域を掘削して噴出物などを取り、噴火活動の歴史を調べていきたいとしています。